立花の内蔵助明治十三年十一月十一日は、幕末から、明治の流合流の剣術家、武術家。意名川将位、伊勢国渡来軍に、瀬古春吉左衛門の次男として生まれる。十四歳で、奇襲藩の飛び地である、伊勢国渡来軍、田丸の奇襲藩、田丸厚同心、立花た明門の養子となったが、養子となって、すぐに養父母が死ぬ。 その後、田丸に住んでいた、流合流の武術家、直井勝五郎より武術を学ぶ。直井の没後、備前の剣術家、林六之助が訪れたので、自宅に留め剣術を学んだ。天保15年、直井門の兄弟子にあたる松平・忠ダに招かれて、江戸に赴き、忠ダの道場の師範代となる。その後、田丸に帰り道場を開き、武術だけでなく、学問も教えた。 内蔵助の指導は厳しかったが、武士だけでなく、農民も多く入門し、門人は数千人に及んだという。田丸大官から、奇襲藩勘定吟味役になった、甲羅総内が内蔵助を将軍が上乱する、剣術家に推薦したことにより、安政5年4月、将軍、徳川家持の前で剣技を披露した。翌5月3日には、不可老、水野家の江戸屋敷で、 内蔵助の門人と奇襲藩の剣術師藩家4、竜の門人との試合を行った結果、竜合流の実力が認められた。このことが奇襲藩の犯行で竜合流が採用されるきっかけとなった。明治13年6月、内蔵助の歓暦を祝って、門人119名が渡来軍都の交代寺に受蔵費を混流したが、同年11月11日、没した。 2021年、明治初年頃に撮影された肖像写真が日本神社新種研究家の浜畑太氏により発見された。ありがとうございます。